はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍6やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのミッションやっていきます。サイレン、あ、いや違う、サイレンじゃないな、変化した方ですね。こいつと戦っていきます。難易度はハードですね。エアトータス、これを使って今日はガシガシと戦いたいですね。これね、超高火力なんですよ。でもまだね、この1個上があるんで、そっちはもっと強い。まあ、とりあえず、投稿範囲内で、レベル40台のエアトータスですね。2段階目のエアトータスかな。これでいきます。ダメージ、入るか？一発だいたい1万ぐらいダメージが入ります。いや、しかし、おっせえな。あ、まだダメージ入んない。ちょっと待ちます。まだ攻撃開始じゃないね。攻撃開始。開始。いけ。おお、あ、いや、待って。まだダメージ入んない。まだダメージ入ってないな。まあ、一応打ち込んどきましょうか。追尾するんで。まだダメージ入ん、あ、うん、あ、入る、入る、ようやく入った、入った。結構ダメージが入るまでが、おいおいおい、ちょっとやべえぞ、やっべ。ちょっと食らうね。うん、死ぬほど食らうわけでもないけど、やっぱりダメージ入るな。ちょっと待って、対空を置きましょう。この速さ、ちょっと待って、エアトータス意味あるか？ちょっと意味ないかもしんないですね。やべえ、これ、スナイパーライフル持ってきた方がよかったかな。まあまあいいや、一応、ミサイルは飛んでいってるんで、大丈夫でしょう。そのうち当たるよ。あぶねえ。まあ一応自分がね、自爆しないように、注意しながら、ぼちぼち打ち込みます。できればね、敵を撃ち落として、あぶねえ、撃ち落として一気にダメージを与えたいんだよね。でもそれもなかなか難しいんだわな、落とすのは。 OK、 スレーム機使えば多分ね、落とせるのよ。 あとヘリとかそういうので来ればよかったか。いやー、届かない。これ武器ミス。まあまあ、今日はね、エアトータスを使っていこうと思ってるんで、これでいくよ。よし、もうちょい、っていうか、どこまで追尾してくれるんだい。おい、あぶねえな。あ、いや、なんか来てる、なんか来てる、後ろからなんか近づいてきてますね。ナイス、いけ、ひるんでくれる。おい、なんだ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 、なんか知らないけど勝手にこけた。なんかあったのか。よし、 OK、 もう一発打ち込め。ナイス、当たれ。ちょっと待てよ、あまり近寄りすぎると俺も爆発に巻き込まれるんで、そこ注意しよう。いや、なんか当たってる気がしねえな。エアトータスが追っていってはいるんだろうけどね。待て、いるっしょ、いるっしょ。ちょっと待てよ、邪魔者が後ろから来てる。どこ？ OKOK、 まずはお前たちからだ。さっき倒しちゃいましょう。意外と硬いもんね。おい、あぶなー。毒が来る、毒が来る。注意しなきゃね、毒ダメージ痛いから。全部で5体か、5体ね。 OK、 あと2体。
おお、来た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 、一気に落とす。おい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 、重なるな。重なった時には貫通のやつがあれば嬉しいけど、これにはそういう性能はついてない。おい、そんなとこにいたんかい。あ、こいつ定期的に爆発するね。それで俺ダメージ食らってたんか。おー、いた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 、なんかダメージ食らってるよ。よし、いけ。いや、範囲外か。よし、もうちょっと近づいてきて。当たれ、バカ野郎。全然ダメや。よかったよかったよかった。ギリギリパイクインパルスがなんとか止めてくれた。危なかった、思いっきり踏まれるとこだった。しゃ、よし、いいよ、いいね。お、いいよ、いった、いった、いや、まだだまだだ、停止しただけだ。まだちょっと長いよ。いいね、いいよ、ナイスダメージ、ナイスダメージじゃない。まだか、まだなのか。3回ぐらいこれが続いた気がする。まあいいや、気長にやっちゃいましょう。エアトータス入ればね、ほんと超ダメージで一気に削れるんだけどね。うわい、うわ、また来た、なんか来る。めんどくさいクエストだったな、ここ。こいつ一体だけ倒せばいいものかと思ったら、そうでもない。よっしゃ、倒した。あとこいつ。多分もうね、もうそんな HP ない。あと落とすだけ。あー、まあまあそんなに痛くないね。そこまで痛くもない。エアトータスが当たってくれれば。ちょっとね、弾速が遅すぎる。あ、ナイス、当たる。当たらない、当たんないの、それで当たんないの、絶望的だよ。あ、よし、当たった。いや、当たってない、当たってない。今のは今のは当たってよ。うーわ、マジか。あと2回ぐらい落とさないとダメなんだけどな。よし、当たった当たった当たった、めっちゃダメージあった。このレベルでの1万ってなかなかだからね。オッケー、2回目。でこの後もう1回あるんだよね、確かね。あと1回あるんだ、多分。あと1回落とせば終わりだと思うんだよね。なので頑張っていこう。エアトータス当たってくれればね、確実に終わるんだけど、なかなかまだね、動きが早い、本当に動き早い。いけ、当たってくれ。ここはほんとね、うん、スナイパーライフルが正解よ。うん、他は不正解、当たんないもん。若干当たるけどね。よし、当たる、ナイス。でもまだまだなの、そろそろ落とせてもいいと思うんだけど。よし、もう少し、いる、そこまだいるね。じゃあ、ああ、リロードが長いよ、リロード長えな。よし、くぞ。よっしゃ、そろそろ終わってくれ。いくぞ、よし、当たれ、当たんない、
ダメだ、完璧に逃げられてる。来い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 、こっち来い、こっち来い。ナイス、ナイスよ。よし、どうだ、よっしゃ、どう、痛い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 、おお、危ねえ、倒したろこれで。どう、痛い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 、うっそー、まだグラウコスの体表温度がバスターの攻撃以前まで低下しています。吸収したエネルギーを使い果たしたのかもしれません。今なら可能性があります。うーん、もうちょっとやれってことか。やるっけない。動き遅い、動き遅い。これならね、アサルトで当たる。そんなに高くも飛んでないし、もうちょっとや、頑張って。ギャッオーケーオーケー、相当ダメージ与えた。あー逃げられた。倒した、よかったおー、いけたー。いや、ここはね、エア到達はね、なかなか当てにくいですね。やっぱりスナイパーライフル、もしくはミサイルランチャーあたりで、あ、違う、ロケットランチャーか、そのあたりでいければよかったかな。はい、ということで今日もなんとかクリアできました。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。